笑顔咲く二人。おはようございます。気持ち悪いでしょう。ごめんなさいです。きっとやば。正直話してもいいですか？オタクの人が本当に多いですよね。韓国でオタクのイメージは少し。ご飯食べた？怒ったの？なんか言ってくれ。悲しい悲しい悲しい。ごめん。韓国でオタクのイメージはこんなイメージです。なんかあんまいい言葉じゃないですよね。韓国ではね。日本のはどうですか？オタクっていう言葉の意味。僕も多分初めて秋葉原に来る前にはちょっとさっきみたいにこんなイメージでした。しかし今考えば秋葉原が一番日本っぽくな場所だと思います。日本のアニメって本当に世界的に全世界的に本当に人気で有名ですよね。秋葉原、秋葉原っぽくな建物、かわいい。なんか秋葉原っぽくな建物。僕はいつも日本で何か食べるとき検索して行くスタイルじゃないです。ただあ、その店美味しそう、行ってみようか。こんな感じです。それが美味しそうでこの店に来ました。やっぱ20本当に人気ですよね。どこにいてもならハッピーエンも笑うてほしい。この曲が聞こえます。本当に人気ですよね。言っちゃの通り孤独な3分。よろろんよろろん。お店はこんな感じ。多分これ豚丼ですよね。しかし写真と違ってなんか赤くないです。これは餃子、餃子が大好きです。もちろんサイズは一番大きいサイズ。おいしいおいしいおいしい。やっぱ肉とライスは最高。よいしょよいしょ。僕韓国では生卵を食べたことがなかったので牛肉って楽しみです。やば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 。肉とライス。正直この時ラーメンも食べたんですけど、正直美味しくなかったので編集しました。カットしました。やっぱ僕は箸よりスプーンの方が楽ですよね。この餃子の味はなんか生姜の味が強かったです。この店の餃子は生姜が好きな人は、はい、好きだと思います。僕が今日池袋に来た理由、ヨドバシカメラ。なんだかこれ僕だけなの？なんかヨドバシってお魚のイメージがある。なんで僕にヨドバシカメラはお魚のイメージがあるのかな。本当にわからないです。やっぱり秋葉原はメイドさんが本当に多いですよね。メイドカフェ僕昔1回行ったことあるんですけど、二度と行きたくないですよね。恥ずかしくて、なんか恥ずかしい。しかし今よりもっと日本の生活になれたら行ってみようか。はい、皆さん、これからは最後の挨拶、今年の最後の挨拶、個人的な話なので見なくてもいいです。はい、皆さん、今年ありがとうございました。まあ僕には今年最初から最後までずっと日本、今年10月前にはずっと日本に行きたいだったんですよね。10月から僕がずっと待っていた日本の生活が始まって本当に嬉しいです。今年僕の目標は日本に行くことだったです。よし、今日本です。あと来年の目標があるけど、日本で就職して日本にずっと住むことです。来年はもっと頑張らなければならないですよね。頑張ります。よしよし、皆さん来年も
よろしくお願いします。はい、僕のイオンの生活見守ってください。今年は年末イオンですよね。嬉しいです。そば食べよっか。 Nope。